カチノンとは、マイナス1フェニルマイナス2アミノマイナス1プロパノンである。アフリカ原産の植物のカートに含まれるアルカロイドの一種である。イスラエルではエギゴットとも呼ばれる。カチノンの分子構造。アミノ元が結合している炭素はキラル中心である。カチノンの分子構造はエフェドリンやカチンやアンフェタミンなどモノアミンの精神刺激薬に類似している。ベンゼン管に 水産元を持たない、これらの化合物は血液の関門を通過しやすい。カチノンも血液の関門を容易に突破し、洗浄体からのドーパミンの放出を促進する。しかしながらカチノンはケトン元を持つ点で他の多くのモノアミンの精神刺激薬と異なる。カチノンと骨格を共有する他のモノアミンの精神刺激薬には抗うつ薬のブプロピオンや 精神刺激薬のメトカチノンなどが挙げられる。なお、カチノンの化学構造は、メトカチノンに対して、アンフェタミンとメタンフェタミンの関係と同じ関係である。カチノンは、即座のベータに、ケトン元を持つ点で、アンフェタミンと異なる。カチノンに対応するアルコールであるカチンは、カチノンと比べて覚醒剤としての効果が弱いことが知られている。カチノンは、 植物のカートから抽出できる。このカートが有する覚醒作用の主な原因がカチノンだと考えられている。吸収されたカチノンが排泄されるだけでなく、吸収されたカチノンはカチノンよりも覚醒剤としての効果が弱いカチにへと代謝されることもカートの葉を摂取後、時間が経過すると覚醒作用は弱まっていく理由である。なお、新鮮なカートの葉は、 乾燥した葉よりもカチンに対するカチノンの割合が高く、そのため精神活性作用がより強い。カチノンはアルファー、ブロモプロピオフェノンを原料としての人工的な化学合成も可能である。国際的にカチノンは抗精神薬に関する条約の不評を相に指定されている。また1993年頃、麻薬取締局は 規制物質法の不評を愛にカチノンを加えた。一部の法域でカートの販売は合法ながら違法な地域もある。合成カチノンはアメリカ合衆国においてバスソルトとして知られる合法ドラッグの主要成分としても使われる。ありがとうございます。